県内にプロ野球の球団を誕生させようと、新潟市江南区のショッピングセンターで今日、署名活動が行われました。プロ野球が新潟に来て町をこう盛り上げてくれれば地域活性化になって、まあ、新潟のもっと良さをこう全国に広められたらいいなと思って、署名しました。また今日は元西武ライオンズの松沼博久さんと石毛博道さんによるトークショーも行われ、新球団の立ち上げに全力で協力したいと話しました。来月2日にはこの動きを盛り上げようと、プロ野球 OB オールスター戦が新潟市中央区のハードオフエコスタジアムで行われます。